won't forget how much you cried as you stood out in the rain. There's so much more I hate behind than what showed on my face. Couldn't let you see that I was in any pain. But I fell straight down to my knees as you started to walk away. おはようございます。おはようございます。今現在は大分県におります。はい、前回ね、まだ大分県唐揚げ巡りしかしてないから、うん、観光は初だね。そうだね。うん、で今日は大分県の別府市と由布市あたりを観光します。はい。別府とか由布院とかって言ったら温泉かな。まあ、別府は温泉じゃない、やっぱり温泉かな。まあ、ちょっと温泉に入る予定はないんですけど、地獄巡りっていうのが有名で、何箇所だっけな、何箇所かあるんだよね、なんとか地獄っていうのがあって、で全部回る共通券とかもあるんですけど、結構高いんだよね。お高くて、なのでそのうちの2箇所行きたいと思います。でその後由布市かな、ちょっと景色見たりって感じかな。はい、そんな感じです。はい、はい、行きましょう。 Go。 ここ入り口だ。これ入園券、入場券ってしてけどさ、うん、めっちゃちゃんとしてない？綺麗な写真だね。え、記念になるね。すぐもうお土産屋さん経由して目の前これだって。すごい、赤いね。あ、熱血って書いてる。赤いね。めっちゃ赤い。これってさ、深いの？ん？浅いか。ここは浅いんじゃない？ここは浅くて奥が深いのかな。血の池南港って載ってるね。へー。気持ち暑いね。今日気温涼しいから。いいね。ちょうどいい。赤いな。赤いね。オレンジだね。なんか赤いっていうより。うん。すごいね。ちょっと上も行ってみる。なんか上の方行けるみたいな。あっちね。うん。温度78度だって。激熱。でも用途がさ、血の池南港とタオルとかハンカチ染めるのためなんだね。うん、深さはなんかよくわかんないね。30米って言われたね。ね、米で言われてもわかんないね。こっち湯気すごい。湯気感がある。そう。風の流れかな。匂いがすごいする。うん、ちょっと臭めの。風向き次第か。そうだね。でもなんか硫黄とかとは違くない、うん、上行ったらもうちょっと匂いが来るかも。上行ってみるか、うん、あ、ちょっと登るだけでだいぶ高いね。ここすんごい湯気来るの。ほんとだ。あ、もうここが展望台なんだね、うん、行き止まりだ、その先。次、海地獄。かわいいね。こっちはなんかポストカードじゃなくてマップ付きのステッカーかな。かわいい。海地獄って青いんだっけ。青。
ここはまだ青くない、ね、ここ水田だね。なんか広くないこっち。なんか広いね、うん、建物あるしね。あそこかな、あの黙々してるところかな。すごいよ、さっきよりもめっちゃ黙々してるよ。おね、行ってみよう。そこおお、すごい。あ、綺麗だよ。すごいよ。これあんま近づけないんだね。あ、そうだね。いや、これ多分工事中だからじゃない。工事中に出会いすぎだよね。出会いすぎだよ。本当は多分もっともうそこまで行けるんでしょ。本当はね、本当はここまで。あ、でも青いね。綺麗だね。これ見えてるのかな。やばいね。あ、曇っちゃった。曇っちゃった。いや、すごい。これさ、さっきの血の池地獄よりも迫力すごいね。うん、やば。こっちいいわ。面白い。おもろいな。2階になんか展望スペースみたいなのあるから。お土産屋さんの2階？綺麗だね。なんか青いのがめっちゃわかる、ね、あの鳥居とさ、うん、赤と青がいい感じ。お土産ゲット、円満の床、なんか水色の入浴剤みたいな、ね、かわいいから、うん、お土産に最後にスタンプを押してくる。あ、そうね、うん、ここになんか押すとか。行きます、うん、おー、いいじゃん、いいじゃん。あ、ちょっと字がかすれちゃった。かわいい、うん、いいじゃん。よし、OK、じゃあ帰りますか、うん、帰ろう。これは別府冷麺だね。別府のご当地グルメみたいなソウルフード。冷麺のこれは波だね。美味しそう。太めの麺だね。あ、結構あっさりめ。あ、本当なんかそばみたいな麺だ。確かに弾力ある。なんかね、もちもちの麺が特徴って。そもそも冷たいこういう麺ってあんまり食べない。あー、美味しい。弾力ね、ね、すごいよね。すごいね。すごい弾力ある。ちょっと食べ応えありそうな。うん、あ、美味しい ね。食べやすいね。うん。結構キムチとか入ってるからさ、うん、冷麺って癖ありそうだけど。うん、じゃあいただきまーす。
When that sleep won't come and you've cried your Sunday. 山高い。わあ、綺麗。緑が綺麗だね、めっちゃ。You're okay, it's written on your face. As you come to light, I come alive. Your silhouette in the summer sky. But this is only a matter. You can only get better. Oh, やばい。 You can only get better. やばい、やばい。 え？ 絶景だね。眺めやばいね。眺めやばいね。やばすぎる。やば。絶景だよこれは。走ってる車ちっちゃいもんね。こっちが由布市かな。でこれが由布岳かな。やばいな。やばい、ここ大自然だね。めちゃめちゃ綺麗。移動してきまして、なんて読むかわかんないや。展望所、展望所このまっすぐの階段登ったら展望所あるっぽい。ここ来る前さ、湯布院の湯の壺街道だっけ、金輪湖とかその辺のにぎわってて、さすがにね、全然もうお腹いっぱいだし、多分食べ歩きメインの場所っぽかったから、またいつかの機会に、うん、今日は景色を楽しみます。景色巡りだね。うん、誰もいない。誰もいないね。渡ります。どうやらジャコシ展望所っていうみたいです。ヘビ越展望所かと思った。一瞬だよ、一瞬。一瞬だね。一瞬。せーの、よいしょっと。あ、一瞬でしたね。近いね。嘘じゃなくて本当に一瞬だったね。もうこの階段ちょろっと登ったらもうここ展望所だった。2分ぐらい。2分も歩いたかな。1分ぐらいか。1分ぐらい。さっきよりちょっと遠いけど、うん、その分全体見渡せるって感じかな、うん、ここの辺りをぐねぐねと下ってきたのかな。他の山もこんなに高いんだね。確かに全部高い。湯布岳がこう正面に見えるとこって感じ。ああ、そうだね。正面から、うん、綺麗に見える。まあ誰もいないからこれは穴場だね。確かに穴場かも。ベンチなんかもあったりして、うん、休める場所だ。いや、いいね、静かで。めっちゃ自然の音。静かすぎる。うわ、虫。もうやだ。最後おやつ。また別府の方に戻ってきまして、ここは岡本屋売店。これが地獄蒸しプリン、うん、カスタードと、こっちがコーヒー。日によってはカスタードしかない時もあるって書いてたね。美味しそう。あと地獄蒸し塩卵2個。ちょっといただきます。普通に食べていい？
柔らかい。あ、柔らかい。うん。このカラメルがほろ苦くて美味しいよ。うん、苦いよ。本当だね。ね。苦めだね。そう、苦め、結構苦め。だね、外からね、硫黄の匂いがする。確かに。窓開いてるからね。不思議な感覚。バイマー。はーい。楽しかった。楽しかったね。もうあの別府と湯布とまとめて一日でギュッと詰めたけど、結構意外とゆっくり楽しめたかな。結構意外と。結構意外と。まああの地獄巡りを2カ所に絞ったのと、あの湯布院の温泉街みたいなところに行ってないから、あでも地獄なんか2カ所でもすごい楽しかった。楽しめた。大満足。うん、そしたら湯布の盆地感、景色がめっちゃ良かったね。こんなに綺麗なんだって感じ。じゃあ今日はこれで観光終わりだね。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。So I'm looking back to how we got things started when I gave you my heart.